国門会は、仏教の在家団体、立正公正会が、かつて所有していたホール。1970年4月28日に、東京都杉並区和田2丁目の立正、公正会本部内に落成した。東京都心から近い立地の5000人級ホールであり、大型バスをはじめとした十分な駐車場設備を、備えていること、また立正公正会の方針により、 東海の活動に限らず隠し模様紙に幅広く使用されていた。耐震強度不足により2018年冬より解体工事が開始され、跡地は2021年2月に芝生広場、不問エリアとして整備された。1967年9月に着工し、約2年8ヶ月の後期を経て1970年4月28日に落成した。コケラ落としは、 日本フィルハーモニー公共楽団による特別公演。立証構成会を母体とするプロフェッショナル吹奏楽団である東京構成ウィンドウオーケストラの本拠地でもあった。1977年に指揮者のヘルベルト・フォンカライアンがベルリンフィルハーモニー還元楽団を率い同館で来日公演を行った。しかしホールがあまりに巨大で、 コンサート専用のホールとして設計されたホールでないため響きが悪く聴衆の失望を招き1979年の再来日時にはカラヤンが反響版を新たに作るよう要求したこの1979年の不問館公演でライブ収録された公共曲第9番はカラヤン没後に CD 化されカラヤンのライブ録音で第9が希少であることから不問館の 第9として話題を呼んだ。立証公正会所有ホールではあるが、文化、学術、芸術活動の普及と発展に貢献するという、公正会方針の下、同会の活動拠点としてのみならず音楽コンサートで多くの人々に幅広く利用されていた。これまでに、チェコスロバキア公共楽団、ウィーン公共楽団、ボストン公共楽団、ニューヨークフィルハーモニック、 フリーブランド管弦楽団、パリ国立オペラバレエ団、ボリジョイバレエらが来日公演を行っている。1981年にはマザー・テレサの講演会が開かれた。ロビーに聖管オ音菩薩像が置かれるなど、仏教教団が運営する施設らしい特色もあった。2011年に起きた東北地方太平洋、沖地震による東日本大震災後の2012年に、 耐震調査を行ったところ、震度6強以上で天井が崩落する恐れがあると診断された。この調査結果を受けて、ホールの建て替えも検討されたが、その検討の中で、現在の用途地域ではホールとしての建て替えができないことが判明し、2018年12月より解体されることとなった。先立つ同年11月には、公園などの関係者でない一般人が、 ステージから客席を見られるなどする一般公開が行われた。不問間と大聖堂ステージから客席を望む全館禁煙である。また、携帯電話の電波遮断装置は備わっていないため、館内であっても電波は入る。全日本水槽楽連盟、朝日新聞社主催の全日本水槽楽コンクール中学、高校の部の全国大会が不問間で開催されていたことから、 同館は吹奏楽の甲子園または吹奏楽の聖地と呼ばれていた。1972年に不問館で初開催され、翌年からの4年間は別会場で開催された後、1977年以降は毎年連続して同館で開催された。現在、中学の部及び高校の部の全国大会は愛知県名古屋市厚田区にある 名古屋国際会議場センチュリーホールで行われている。日本テレビ系列で放送中のバラエティ番組1億人の大質問笑ってこらえて。で、2004年から2005年に日本列島吹奏楽の旅及び2010年の日本列島吹奏楽の旅2010というコーナーで中学校、高校の吹奏楽部の特集が組まれたことにより、 水奏楽に詳しくない一般に対しても不問感の存在を知らしめることとなった。また全日本水奏楽連盟東京支部では、東京都中学校水奏楽コンクールと、東京都水奏楽コンクール中学校の部、高等学校の部でも同館が使用されていた。舞台で顔が映えるようにすることから、舞台床には黒色が採用されており、水奏楽関係者の間では有名である。 2012年5月18日、耐震強度不足により、震度6以上で、天井崩落の恐れがあることが専門家の調査で明らかとなった。2012年10月20日から21日に、予定されていた第60回、全日本水奏学コンクールで使用できないことが急遽、発表され、2005年同様、名古屋国際会議場、センチュリーホールで開催された。また、 天井改修工事が間に合わないため、2013年の全日本水槽学コンクールも同会場で開催された。教団側は建て替えも検討していたが、ホールの所在する地区の用途地域が建設当時の純工業地域から第一主中高層、住居専用地域へと変更されたため、建築基準法の規制で同規模のホールが建てられないことがわかり、 2013年11月13日、このホールの改修工事を断念する発表があり、同館での開催の歴史に幕を閉じた。それから4年以上経った2018年3月に、同年末での解体が決定した。解体工事の施行に先立ち、2018年11月5日から11月11日まで、特別イベント、不問館からありがとう、吹奏楽の響き立ちへ、 が開催され、延べ1万2千人が来場して、別れを惜しんだ。解体直前の2018年11月18日、TBS 系列で、毎年正月に放送されている、バラエティ特番、サンマ、たおのお年玉あんたの夢を叶えたロカスペシャルの、企画として、不問間の舞台では、 最後となる吹奏楽の演奏が無観客で収録された。収録には、名清学院高等学校、愛知工業大学名電高等学校、セウルスラ学院英知高等学校、埼玉栄高等学校の4校の吹奏楽部が集結、吹奏楽の演奏曲としても知られる、ザスクエアの楽曲、宝島を総勢400人で大合奏。 2019年1月14日に放送された。収録から2日後の2018年11月20日から解体工事が始まり、不問感はその48年間の歴史に幕を下ろした。東京都杉並区は、ダニの6の1、カラヤン不問感、ライブ1979、ベートーベン、公共曲第9番2003年9月26日発売、グラモフォン、ユニバーサルミュージック CD、 悪具マイナス9396ただし、2005年は立証厚生会大聖堂の改修事業により、大聖堂の代替施設として、不問館が使用され、全日本吹奏楽コンクールの会場として、使用できなかったため、愛知県名古屋市にある名古屋国際会議場センチュリーホールで開催された。ありがとうございます。